まあ撥水強いねこれは。くそくそ。皆さんこんにちは、家系戦士ヨシです。本日も戦車道具紹介を行います。キャメルマンテクです。お願いします。本日はコケワックス、こちら紹介させていただきます。ソフト99さんの激防水スーパースプラッシュという商品になっております。この商品を使いますと強力な撥水と防水機能、あと水垢の付着も防止します。なるほど、超激防水、撥水じゃないんですよ。なんかこれがちょっとどういうものなのかっていうのがわからないんで、使ってみたいと思います。よし、では早速施工を行っていきます。スポンジがね付属しております。安っぽそう。安っぽそうですね。ビニールの安い買ったやつが入ってます。はい、商品の特徴ですね、まあ驚異の撥水と防水機能、これはね冒頭にもお話しした通りになっておりまして、うん、で耐水防水機能、耐水 FSI レジンが雨水酸性雨などをシャットアウトしますと。なので、汚れをつきにくくします。で水とかもつきにくくすることとなっているそうです。はい、でアルカリ性洗剤にも侵されず軽く10回以上の洗車に耐えるものとなっております。怪しいね、はい、どうなんですかね。ワックスで10回、はい、ちょっと後でアルカリもねやってみますけども。でノーコンパウンドタイプになっておりまして、で一応持続期間はメーカーのウェザーテストによる指標ですが4ヶ月という表記が長いあります。ここに、はい、でお値段 300g これですね、1628円となってます。はい、割れてます。まあまあ、まあ、使えるので別にいいでしょう。まあまあまあ、成分はワックス。取ってよ。いやほんま成分ワックスって書いてん。ワックス、樹脂、石油系溶剤なんで石油系ワックスですね。で一応バリエーションが3種類あって、濃色者用と白系のやつですね。ハンネリのパールホワイト系のものの3種類があります、このスーパースプラッシュ。あ、間違いない。オートワックスに多分いっぱい並んでるから、ね、そうそうそう、なんか似たようなのが、ね、いっぱい並んでるんで、そうそうそう、気をつけてください。これは濃色者やね。これは濃色者です。黒とか青とか、このパッケージにここに書いてます。使用方法は、車の塗装色の色を確認し、洗車をして汚れを落としてくださいはやりました。付属のスポンジにワックスを適量つけ、なのでこれは濡らす必要はなさそうですね。無理に均一に塗り広げてください。一度に塗り広げるとムラの原因になります。はい、はいはい、縦横か。まあ普通の人はね、水の流れを考えてやるらしいんでね。俺2じゃないから別に何でもいい。意外と使えたら何でもいい派です。どう、水分ないけど伸びは。いや、まあスポンジ次第ちゃう。これはもうなんかキュッ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 、まあ、音はなるけど、伸びるんやったら別にいいかなとは思う。ああ、伸びる伸びる、それは大丈夫そう。引っかかって重たいとかさはないね。そういう石油系のあれでなのか油でなのか、滑りは良さそう。良さそうですね。ただこのこれは否めない。でこれをねやろうと思ったきっかけがありまして、皆さんインスタグラムでソフト99ヨーロッパっていうアカウントご存知ですか。あれにねこれ使ってる動画あったんですけど、やばいっす。なんかほんまにこんなんなんのみたいな。ペットボトルでトク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 ってやったらこう水が、いやほんまかよみたいな。一滴も水が残ってなかった。そうです。なのでそれを検証するために今回。最近なんかうちいじりチャンネルみたいになってる。なってない。いじりじゃないよ。リスペクトを込めてます。犯罪者はいじるんで、あれほんまかと。そんなことはしませんよ。だってほんまに水一滴もつかんとさ。ライトで綺麗にしてさ、うん、なんかライトで綺麗にしてピカピカにしてる感じでさ、名前の通りほんまに防水なのっていうのはちょっと見ていこうかなと。そうだ、防水っていうワードを使ってる商品あんまないもん。とりあえず塗ってきます。でこっから表面が白く乾いたら柔らかい、綺麗なタオルで拭き上げます。夏季は乾燥が早いため、パネルごとで、冬は乾燥時間が長くなりますと。表面が白くなるまで乾燥をさせます。塗り込んだらね、まあ一旦これで塗り込んで終わりなので、ここまでは特に何もないです。じゃあ拭き取ります。おい、結構置いたんですけど、なんかあんまはっきり目に見るように白くなってないね。まあ、ちょっともやっとはしたけど、うん、多分この辺はちょっと塗りすぎてあのプレスラインになってるのでワックスが乗っちゃってて白く見えるところはありますけども、あ、うん、ちょっと乾きすぎたぐらいかもしれない。こうやった時に手につかない。あ、拭き取りは軽いね、別に何にもない。
もっと置いても大丈夫やったかなっていう感じもするね。でも一応夏場5分やろ、5から10もう忘れた、調べときよっていうコメントあってます。5から10分、まあ、15分ぐらい置いたからまあまあ別にいいんじゃない。夏場は乾燥が早いですと。あ、ちょっと今ねかなり寒いんで難しいですけどね。いやでも明日から暖かくなるらしい。それこの動画で言うともうシャーッ、あ、そうそうやったこの動画投稿日の明日違う。そうそうやった。多分ね動画投稿される頃はあの結構春の陽気になってるはずです。ポカポカですツヤ感とかは、おお、ちょっと映像でも若干わかるかも。うーん、どうやろう、まあ、まあまあツヤっとしてるよ。うん、まあまあ、ね、はい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 、うんって、あちょっとでも出てるよ。あ、正直レビューしてちゃんと。いやほんま正直言うと、うん、うん、青みが、え、青みが増えてますよ。まあ確かにちょっとここでね段差はあるような感じはしますけども、まああのジオセラミックみたいなうおいみたいなのがないね。うん、まあまあワックスなんでね、うん、ぬるっとはちゃんとしてます。うん、まあ、パッケージ見たらなんかあんまりそういうスリック性とかの話はないんですけど、まあまあ一応油分乗ってますからね。まあね、でなんかツヤの部分もツヤってよりかは光沢って書いてたんで、うんうん、まあちょっとそっちでいくと、まあ確かにってこの火の元に出した時は、うん、そんな感じには見えますね。じゃあ水かけます。おい、ちょっとねホースがあんまりいいノズルじゃないので、まばらに太くかかっちゃうかもしれないですけどご了承ください。おお、おお、いいじゃない。まあ撥水強いね。これはくそくそ悔しいな。Gガード張りじゃない。まあまあいいな。あ、なんか防水っていうワードがちょっと分かるような気もする。おお、もっとワックスきれいに塗ればもっときれいに流れるんやろうけど、うん、まあ、下地もちゃんと作ったらいけるんじゃない、うん、やりましたけど、すごい。シャワーのノズルをうまく当てたら吹き上げも楽になるんじゃない。そうだね、うん、じゃああの動画はほんまやったっていうことになるやん。まあまあまあでも絶対あれはもう下地がしっかりあるからこそやってる。いやいや、まあそうやろうね。多分向こうのディテーラーさんがきれいにしてるっていうのはあると思いますね、うんうん。じゃあいつものガチャはにドライキスポンジ、ソフト救急の商品をプロサフで消しに行くという荒技をやっております。ゆけ選手は、はい。まあだいぶ濃いめでいってみます。まあでも弾いてきてもこの辺洗っても確かに、ほらほらほら、ワックスで耐久いいのか。まあ今度 G ガードと比較やね。これはだってあっち6ヶ月洗車傷、じゃあ洗車機10回耐えますみたいな。確かにめっちゃ弾いてる。あ、すごい。まあまあ濃いめやで。これパーッと弾いてきてるわ。落ちてる感じはしないね。うん、しかも施工してすぐやるのに、すぐほらもうパーッて定着そんなにさせてないのにですね。ちょっと待ってね、アルカリの余剰分が。でも水だいぶ切れてますよ。まあ、実質2回洗車しましたけど、こんな感じですね。1回拭きます。コメリクロス、はい、水かけます。いやちょっと落ちてない、うん、けどまあアルカリ、まあシャンプーやけどね。ちょっと濃すぎたか。いやまあでも、まあまあ、こんだけ残ってたら水流れてるしな、こうやって、うん、
まあまあ耐えてるんじゃない。でもいやでもどうせ耐えんねやったらもうちょっと耐えてほしかったかな。ビクトも1000ぐらいいってほしかったな。うん、ちょっと弱なったな。ほんまにジオセラミックぐらいいってほしかった。それやったらもう全くあかんやんっていう。無理やんみたいな。難しいよね。これを耐えてると捉えるのか、ちょっと落ちてるやんっていう思う人もいるのかっていう。コメントでお願いします。僕の期待的にはもうちょっと耐えてほしかったなっていうのはあります。あでもこの感じはちゃんと残ってるのか。あこれはね、もう水の塊を流してるからね。うん、だからここの撥水やね。これまあでも場所によりけりか。うん、まあちょっと落ちたかなぐらいで、まあ耐えてるんじゃ、うん、まあまあこの辺の水のとどまりがちょっと大きいかなっていう感じはするけど、この辺はパーッと流れるので、まあ、傾斜は流れるね。うんうん、ここかなこれ。うん、まあでもワックスやったら十分じゃない。まあね、あんまり耐久性重視ってよりかはね、ワックスはツヤとか、うん、そういう一時的なものって感じはするので、そういう感じになっております。うん、なるほど。はい、多分でも G カードでももうちょっと耐えたと思うねんな。まあちょっとその辺はあの改めて検証させていただきますので、今回は、こちらで以上となります。そのソフト99ヨーロッパっていうねアカウントを概要欄に貼っておきますので、はい、で動画のリンクとかも貼っておきますので、一体どういうものを見て僕らがやろうとしたのかっていうのをね、ぜひ見ていただいて、改めてこっちのチャンネルに戻っていただけるといいかなと思います。ういまた何かあれば、やってほしい商品あればコメントお待ちします。ちょっと噛んだな今。ダサいな。はい、以上です。しょ